になる。ラウンドはファイト。さあ惜しいが、難しいが、さあ下ってしまう。勝利拳。さあここは手で切り下ろして、さあジャンプシーンが突き出してしまう。さあなんか見せてくれる。さあ誰決断しまったが、ここが強制解放。さあコパンが刺さる。さあ分かっていた、さあ安全が惜しい。まだ回れが早いんで、ジャンピーが一段だけ感じた。これを押しすぎる。ここは引き下ろして、うわー待っていた。決めてるのは SII さんの指揮エポン選手。さあ僕投げうまい。さあここはさあここダメージ先に取ったのはもうグラッてしまう。さあ一応投げて師匠のターン、ゲップを借りたいが僕投げ、さあ噛み合った。さあ着地ゲーだ。ここも切れる。さあコンボが止まる。惜しい。ここはイエッパー、イエッパーしたらゲラゲーの回すと強気。さあどうしてたんだ。さあバッテリーとしてコンボが止まる。さあ体力があっという間にゴール、ダッシュ勝利。メルティブラストかこれが。さあゲラメージ、さあクレイク、あと1回きたー。バレ早っ。あーバレ早っ。先方戦勝利したのは SII さんの指揮。さあ先方中堅戦、先方は SII さんの指揮、続いて側が KM さんの悪く。まだまだいいシールド。ダウン出している。おいしい。ここはマックスのダメゲージ中段出てない。しかもゲージマックス。さあ空弾の中段、思うようにコンボが刺さる。ガードしたくてもできない時あるんです。見えないからしょうがない。一本接種したのはケーヌさんのマーク。ジャンピーが一段だけ当たってしまうが、ここはダメージ中の立場になる。いいジャンピー。さあケーヌもガードしたらいい。ジャンピーは強い。ガードしたらね。さあここはバカ返し。確かに。プレイヤー性能もあるから強い。何使っても強い。さあラウンド。ゲッパーが なぜか当たってしまう。ここは解放より歩いて、さあ四季のコンボ。あこれガードフロー。あー四季なんだった。ガーフがゲージを使ってフロースキル。ガーフだった。まったく。あーガーフロー使ってないもんしょうがない。ガーフロー使ってないしょうがない。これダッシュ投げ。さあリバースリードのかからない片面。おいしい。やってくれ。さあジャンプが2段当たって、おいしい。さあゲージマックス悪く裏回っている。悪く悪くしっかりと。おいしいって感じだ。はい。思うような展開になっているが、ここは解放する。さっきの勝利のかっこいいっすね。コパンだったけど、まだまだ。さあここはまとめてダッシュ。コパンが当たるが安積む。やっぱして安積んだ。さあ逃げ。さ
バンカー漏れ、バンカーにどこも刺しているさあ投げ飲んでいた、枝回ってバンカー刺さる、あと1回乗ってこないか、あーこっち乗って1回だけ乗ってグダル、何言ってればいいのか分かんない、あんまり実況小話は気をつけないでやるよ、ジャンプシーで生まれたところにクラッシュを刺して勝利したのは SIS さんのアシキ。